キムサンジュンは、韓国の俳優。1990年に、芸能活動を始め、数多くのテレビドラマや映画に出演している。2006年の映画、マイボスマイヒーローにリターンズで正体を隠して、高校に通う暴力団の親分役を演じ、第29回黄金撮影賞の最優秀主演男優賞を受賞した。テレビドラマ出演で特に評価されたのは2007年の、 私の男の女と2012年の追跡者、チェーサーで二度にわたってコリアドラマアワードの男性最優秀賞を受賞している。東国大学校演劇映画学科卒業。身長175センチメートル、体重65キログラム。1965年ソウルに生まれる。1990年に演劇に出演して芸能活動を始める。その後、 映画とテレビドラマに出演を続け、1998年3月から、翌年にかけては連続ドラマ5本に出演し、そのうちの3本、嘘偽りの愛、サルダボミオン、コウヨシドウホンギルトンでは、主演を演じた。映画出演で、多くの人に知られるのは、チョンジュの主演のアクション喜劇、マイボスマイヒーロー2作で演じた、暴力団の親分役で、2001年の第1作、 マイボスマイヒーローでは友情出演として数場面に出ただけだったが、その続編2006年公開のマイボスマイヒーローにリターンズで前作と同じ親分役ながらその正体を隠して高校に通う役を演じ第29回黄金撮影賞の最優秀主演団優勝を受賞した。テレビドラマには数多くの作品で主演者として出演している。 最も評価されたのは2007年の大ヒットドラマ、私の男の女の大学講師本、準ピオ役で、妻の友人と不倫関係になる。その不倫相手であるヒロインのファヨン役は、キムヒエが演じ、優しい性格の妻役には、ペジョンオクが扮した。この一面優はかつ、優柔不断ながらも内面は、ガンコという大学講師役で、第1回コリアドラマアワード男性最優秀賞を、 受賞した。2012年には、テレビドラマ、追跡者、チェイサーに出演して、第5回コリアドラマアワードで、男性最優秀賞を、再び受賞した。司会者としてもテレビに出ていて、毎週土曜夜に放送されている、SBS テレビのドキュメンタリー番組、久保シアルゴシップタの司会を2008年から7年以上、続けて担当している。ありがとうございます。